はい、今日は1月の6日水曜日夜8時5分になるところです。現在の腐敗した政治行政社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、国民市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、三張番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、昨日皆さんにこうしましたように、今日朝から和歌山県の県庁出向いていったんですね。10時の約束だったんですが、早く出たために9時半にね、面談開示請求していたね、マニフェストの疑惑ですね。最終処分場の業者がマニフェストを作った会社とは別のマニフェストを業者と、違う業者と契約して、そして書類を県庁の産業廃棄物対策課に提出していた。その書類が、つまり不法投棄の産業廃棄物を処理した業者ですね。当然悪いことを最初にしたのはその業者、産業廃棄物を不法投棄した業者が当然悪いんですね。ところがこの一つの不正から、おかしなところの不正が画策されたわけなんですね。どういうことかと言いますと、建築屋の方ならね、皆さんご存知ですが、素人がこのようなことをね、マニフェストね、建築屋が産業廃棄物を処理するときにね、それを法的にね、書類として書いて、これね、だいたい6枚か7枚綴りになっているわけなんですね。複写になっているわけなんですね。その複写になっているね、6枚7枚のね、その書類をまず振り出し書いたところ、元請けですね、発注者、元請け、この産業廃棄物をね、うちがね、これ搬出しますとね、元請けですと。ですからその元請け会社がそのマニフェストを発注して、必ず一番上の表題はね、その発注した会社が5年間保存しなければならないということになっているんですね。ところがおかしなことにね、いろいろ事情があって、その違法に産業廃棄物を不法投棄したその会社にね、御坊警察署から連絡があって、これをね、捨てたのはあなたの会社ではないですかと問い合わせがありね、社長が調べたところ、自分のところの従業員がね、その市の施設のところに不法投棄していたことが分かってね、そして警察とも話をして、役所にも当然ね、その勝手に処分することはね、一回は投棄したものできませんからね、どうしたらいいものかということを試行錯誤して相談しながら、そして役所ね、当然御坊市ですから、御坊の役場環境課がありますね、それと市県の出先機関である保健所ね、面白い、その市町村によってね、いろいろその部署があるんですが、この保健所の環境課というところがあってね、それがね、要するに監視指導ですね。それとまた日高町は別ですね。日高町ね、御所市日高町ね、日高市役所の、あ、ね、役所の日高町の役場ですね。ここの管轄であって、そこが公園ね、そこに不法投棄されていたものをね、要するに業者、捨てた業者ですね、悪いことをした業者ね、しかし悪いことをしても勝手にそれをね、一回投棄したものを誰の許しも得ずに処分することはできませんから、まず役所と相談して、そして警察に言われた通りに、こういうふうにして、うちの方で、うちの従業員がやったものであればうちの方で処分しますからと申し出て、そして
役所の役人と協議しながら、ね、これを最終処分場へ持っていった。当然これを持っていくには前もって最終処分場の業者とも打ち合わせしますに、ここに、ね、その元請けである、ね、この不法投棄したのは孫請けなんですよ、ね、大手の、ね、不動産屋が発注した、ね、委託の例えば文化住宅の解体工事、これを元請けが受けた、ね、そして下請けに出した、そしてその下請けがまた孫請けに出して、この孫請けなんですね。まず一番に悪いことをしたのは、不法投棄したのは、ね、ところがそれまで、ね、この業者はその悪いことをしたという業者、違法投棄したという業者は何台も正当な方法で今まで持っていった最終処分場へ持っていったマニフェストがあるわけなんですね。そして当然その最終処分場と契約していますから、ね、今回も、ね、その流れで出てきて、ね、行われた不正であるがために、ね、不正を認めて、ね、そして指示に従ってそれを処分した。ところがおかしなことに、ね、元請けが、これはね、法で決まってるんですね。元請けがマニフェストを発注しなければならないと。ならば、今まで放任していたわけですね。元請けがマニフェストを切っていなかったわけなんですよ。孫請けがそのね、マニフェストを切って、そして、ね、処理していた。ところが、この度、違法投棄されたものを処分したために、その、もともと、ね、捨てたその産業廃棄物はどこから出たものか、どこから持ってきたものかとなったわけなんで、そうした場合に大阪の工事現場から出たものであるために、この産業廃棄物は他府県に搬入してはならないという法もあるんですね。ということは、大阪で出た産業廃棄物は大阪で処理しなさいと、ね、ところがこの度、ね、その産業廃棄物最終処分場の会社は大きな会社であるために、ね、御坊市にも自分の系列の会社があるわけなんですね、最終処分場が。ですから、ね、御坊からわざわざ、ね、大阪まで持ってこなくても、うちに御坊に最終処分場がありますから、そこに持って行ってくださいと、ね、担当者が本社の産業廃棄物、ね、大きな会社ですから、そこの、ね、担当者がそのように打ち合わせをして、ね、ここに孫請けだけが最終処分場のごぼうの処分場へ持って行ったわけじゃないんですね。ここになんと、ね、3人でそのダンプカーをね、捨てに行ったらしいんですね。ここには誰が堂々していったかというと、その産業廃棄物を、ね、最初に受けた元請けですね、それと下請け、そして孫請け、この3人が最終処分場に持っていった。そうしたところ、孫請けは、ね、この捨てたもの荷物は、ね、元請けさんがここに来てますから、元請けさんとマニフェストを元請けさんの名前で切らしてもらえませんかと、ね、最終処分場の受付に行ったところ、いやいや、元請けさんとはうちは契約していない、孫請けさんとは契約しているから、お宅の、ね、名前で切ってくださいと言われた、ね、だから孫請けが、元請けが来ているのに、元請けは産業廃棄物処理場の窓口で断られたと。マニフェストを書くのに。ね。さあ、ここからおかしくなるわけなんですね。産業廃棄物場の最終処分場の窓口で、元請けが行って一緒にね、孫請けとその荷物を持って行ったと。ね。この孫請けは、この荷物は当然法的に知っていますから、元請けが
マニフェストを切って処理しなければならないのを知っているから、元請けがここに来ていますからね、元請けさんの名前でマニフェストを切ってもいいですかと言ったところ、いやいや、お宅の元請けさんとはうちは契約しておりませんと。あなた、つまり孫請けね、お宅の会社とはうちが契約しているからね、お宅の名前で書いてくださいと言われて書いた。ところがね、これで自分とこの従業員が悪いことをしてね、そして処分ができたとね、役所との協議のもとにようやく解決できたと思った当然思いますね。ところが3日ほどしてからこの最終処分場の担当者から突然孫請けのところに電話があって、あの産業廃棄物は受け取ったけども事件になりませんかと電話あったらしいんですね。どういうことですかと当然言いますね。警察にも指導されて報告して、役所にも指導を受けて言われる通りにうちは勝手にしたんではないですよと、ね、指導の通りにうちが不祥事を起こしたんですから、うちが責任取って処分しなければならないですからね。そしてそれを自分のところの車に積んで、ダンプに積んで処分所へ持って行って処理した。そこまではもうね、あ、これで終わったな思ったところが、3日ほどしてからね、孫請けにあれ事件になりませんか言われたんで、何を言ってるんですかと。お宅に持っていく前にね、あなたが大阪の方にわざわざ持ってこなくても、うちの捨て場が和歌山県の御坊にあるから、そこに持って行ってくださいね、先方には本社の方から連絡をしておきますからと言われて持って行ったではないですか。何も事件にはなりませんよと。事件になるにしたら私がね、自分の会社でやったことですから責任取りますよと言ったところが、なんとあなたところのマニフェスト2枚と契約書をうちに持ってきてくれと言われたと。ね、それをどうするんですかと言ったら、ね、うちへ持ってきてほしいと。ね、それを抹消したいんやと言われたらしいんですね。それはできません。できるはずがないですね。要するに、産業廃棄物を最終処分場に持っていったところのマニフェストを切ったところが5年間は保管しなさいという法律があるわけなのに、自分のところで切ったんですから、それを相手に渡したらね、後で事件になりますね。あんだとこはあの産業廃棄物をね、最終処分に持っていっただろう、マニフェストがあるだろう、ならばそれを出しなさいと言われた時に、相手に渡してしまったら、原本を渡してしまったら何にも残りませんね。そうしたら産業廃棄物処理法違反で言い訳ができなくなりますね。そうしてトラブったわけなんですよ。そうしたところに、私のところにね、いくら役所に行ってもね、一方通行でまともな回答がもらえないということで、私が12月の10日に和歌山県へ出向いてね、和歌山の御坊の保健所と、そして日高町役場と、そして三重和歌山県庁ね、担当部署に開示請求をしてきたわけなんで、そしてその回答書は今日ね、手に届きました。さあ、私の思った通りなんですね。要するにこれが事件になるのではないかね、産業廃棄物処理法のマニフェストの取り扱いについてね、それは当然法的には元請けが発注することとなっていますから、元請けが発注してないので孫請けが発注してますから、これもここで違反してたんですね。ところが最終処分場は元請けが一緒に行って持ってきましたと、ここで私が元請け なのでマニフェストを書きますと言ったところが、最終処分場の担当者が、いやいや、お宅とは
うちは契約していませんので、孫受け持ってこられた人がね契約してますから、そこのマニフェストを受けますと言って、それで5万5千円を払って処分したわけなんですね、孫受けは。さあ今日手に乗った公文書ね、最終処分場の会社が出している処分ね、当然おそらくね言い訳がましく違うことが書いてあるんではないかな、ね、図星だったんですね。ということはそうですね、自分たちが違法なことをしていたら当然ね役所には正当化する文書を出しますね。さあ卓上で審査しますから、書類だけで審査しますから、中身がねこういうことをしますね、孫受けからねマニフェスト2枚と契約書をね提出させて取り上げてね、言葉悪いけどもね取り上げて、それを抹消しました、抹消します。そしてその孫受けが払った5万5千円もねもうその孫受けに返しますということが書いてあったあるわけなんですね。さあどうですかね、未だにこの孫受けにマニフェストも2枚あるし、契約書もあるし、5万5千円返しますというね、県の産業廃棄物対策に出されている書類にはね、5万5千円も私が返しますと、産業廃棄物処理ね受けたところが5万5千円を返しますということが書いてあるわけですね。ところが返ってないんですね。それで受付した県の産業廃棄物課のね受理したという課長のハンコまでついてあるわけなんですね。さあここなんですよ、ね、書類だけで卓上でね大手の企業ね、何をこの大手の企業がね孫受けに発言したかというと、あんたとこの参拝はこれから二度とうちのね捨て場では受けない、宣告されたわけなんですね。小さな会社は建築屋さんは捨て場がないと工事を受けることができませんね。それを大手企業が小さなごぼうの建築屋の社長に対して、あんたとこの持ってくる産業廃棄物は二度とうちの会社では受け取りません、死刑宣告と一緒ですね、会社潰れなさい、それまで言われて、挙句の果てに和歌山県の担当部署へ出されていた書類に虚偽の報告がされているわけなんですね。これなんですよね、以前に言いましたね、この産業廃棄物の対策課のね産業廃棄物の会社大手ですよね、ここの担当者に私が直接マニフェストになって、昨年の12月の2日にね担当者でご在宅ですかと聞いたところ、いや外出しておりますならば連絡いただけませんかと事情を言ってね、やったところはその日に連絡なし、ね、そして明くる日になって3日になって、ね、日中にないから、ああ今日も電話ないなと思っていたところが、3日の5時半ごろに電話がありました。ね、どういうことですかと。いや、実はごぼうで発生した何々という会社ご存知ですか、ここのマニフェストについてお宅が担当者というので、ね、電話ではなんですからちょっと時間いただけませんかと説明をお尋ねしたいんですよ。ところがね時間が取れないのでまた後日連絡させてもらいます、こう言われたんで、ちょっと待ちなはれと、あなたが言う後日とはいつのことですかと、明日ですか、それとも10日先1ヶ月先3ヶ月先ですかと言ったところが、時間を置いて明日もう一度電話させてもらいますとこう答えたんですね。そして分かりましたとお待ちしておりますと電話切りました。さあ明くる日の昼から3時16分なんと産業廃棄物処理の会社の顧問弁護士だという弁護士から電話があったんですね。堂村さんですかと、そうですと、
この産業廃棄物の会社の顧問弁護士の誰々です。ね。それがどうしたんですかと。言ったところが、これ悪いことをしたのはこの孫受けやと。一番悪いのはこの孫受けが悪いことをしたから。な。道村さん、用事があるんやったら、もうその産業廃棄物の会社には電話せんと。すべて私の方で受けますから、うちの事務所へ来てくださいと。このような屋根からもの言われたんですね。まして、孫受けが一番悪いと。悪いことしたんは孫受けやと。こういう発言されたんですね、弁護士が。私がその弁護士に言った言葉は、あんた裁判長か、判事か。あんたは単なる金儲けの弁護士と違うんかと。私は言った通りに、調査しておりますと。ね。ただ、当初が来たから、この調査にして、公文書を見たら、ある程度のことわかるはずや。あんたは一番悪いのはこの孫受けやと言われたが、ね。その孫受けがなんで悪いことをあんたは、何をもってここが悪いと言われるんや。一方的に自分の会社の顧問であるは、自分の会社は何も悪いことしてない。一番悪いのはこのマニフェストの名前がある孫受けの会社や。これ指摘されしたけども、あんたは裁判官でもなければ判事でもないやろ。単なる金儲けの弁護士と違うんか。あんたとこへ行くときには私が公文書を手にして、どこがどのようにして筋違いになったのか、それを持ってからあんたの事務所に伺いさせてもらうから、来年年が明けて1ヶ月ぐらい待ってくれ。そして電話切ったんですよ。さあ今日出てきましたね。その書類、孫受けの社長にすべて今日渡して帰ってきました。つまり県の方でもね、この孫受けを読んで調査してになるんですよ。大手企業が出された書類だけを目を通して卓上で判断して、そして課長版まで押してあるんですね。ところが中にしたためてある業種は虚偽の報告がされているわけなんですよ。ね、公文書でもこのようにしてね、誰が悪い、彼が悪い、誰でも自分の悪いことをしたことを、私も何度も司法のね、刑事裁判を受けていますが、ね、自分が正当を主張しますね。それは当然なんですよ。ところが、私はこういう性格ですから、ね、嘘がつけないんですよ。だから、自分なりに調査をして、徹底的に公文書として、たとえ10円の、1枚10円のお金でも払って、そして知事のハンコがある、役所の長のハンコがあるものを手に載せるんですよ。ね。これが司法で受理されるんですね。裁判になった時に採用されるんですよ。ところが役所がよく使う手は、これはネットにも出ていますから、道村さん、参考資料として提供しましょうか、とこう言うんですね。さあ、何十枚何百枚とあるもんであったら、ね、皆さん、1枚10円でしたら、1000枚からあったら1万円なんですよ。そうですよね。ところが、あ、1万円だから資料を無料提供してくれるんやったら、それでもらいますと言って、もしこれがトラブって裁判になって、私がその資料、ね、1000枚を、ね、これが役所からもらった、ね、もんですと。これが証拠書類ですとなっても、これは証拠にはならないんですよ。なぜならば、最初から参考資料をとして役所が出すもんですから、だから私は、インターネットで掲載、ホームページで掲載されていても、いやいや、私は1000枚であろうが、2000枚であろうが、お金を払いますから、公文書としてください。当然そこには知事のハンコ、市長のハンコがついたもので、ね、500枚、1000枚として、ね、インターネットへ掲載されているもんでも、すべてお金を出して手に載せる。これが司法に出したときに、これは公文書として、ね、つまり
お金の価値が発生していますから、ここに公文書として裁判資料として認められるわけなんですね。こういうねことは法的なもんですけども、今日も保健所の担当者ね、メモしてなかったんですよ。孫受さんが、孫受けの社長がね、相談に行ったと。ね、何の相談かって言ったら、当然会社のことですから気になりますね。事件になるんじゃないかな。いや、それにしても警察も話して役所とも相談したのにね、これ県の方でどうなってるか一回聞いてもらえませんかと相談に行ったと。そうしたところが、なんとこの担当者はその相談を受けた期日も何もね、公文書で文書不存在、記録不存在というね、回答書を出してきたんですね。よく言われますね、これね、職員たるものね、メモ書きでもそれを記録として残していたら公文書になるんですよ。ね、今日詫びましたよ、その担当者は。ね、大阪府であればね、よその市町村の担当部署と会話したときに、その懸案で会話したときに、何時何分、相手は職ね、役職は誰々、名前は誰々、何時何分にどのような要望、どのような回答っていうのがね、全部大阪府のね、そういう議事録請求したときに、その時の対応したね、日時、電話でもそうですよ、電話の内容、何時何分、何月何日何時何分にどの部署に誰に電話して、このような会話を行ったということを記録は残るわけなんですよ。ね、こういうことをね、調べて、そして公文書を手にして初めてね、弁護士と戦えるんですよ。ね、さあ今日ね、全ての書類を、手にした書類をもう一回孫請けの社長にこれで精査しなさい。ね、あなたが主張するのとね、この県に出されていた担当部署に出されている書類とどこが違うのか、はっきり分かるでしょう。ね、ここが相違点だというのがきっちりね、ただ人を介して見たよ聞いたよではなく、公文書が手の上に乗ったら、ここは違う、これはこうだということがちゃんと司法のね、場においても説明できるでしょう。ね、このようにしてね、要するに誰でも役所にね、提出する書類はね、自分の方がね、悪かったらそれを何とか隠してね、そして提出すると、それを提出を受けたね、担当部署はそれを見て判断しますから、あ、順番にね、示唆して精査して、ところが最終的な精査をしていなかったためにね、孫受けを読んで、これこのようなことが来ているけどもね、ということはマニフェストが3枚あってはならない3枚になっているんじゃないかな、こういう疑惑がはっきりと出てきたわけなんですね。さあ私はね、今年もこのようにして徹底的に悪性不正と戦い調査をして、皆さんにはその事実と真相の誓いをこうしてまいります。それではまた今晩、明日お会いしましょう。今晩はこれにて失礼します。おやすみなさい。